よめ。今日はなぜかすごい髪の毛がサラサラなんですよね。なんでかな。まあいいや。ということでね、明後日から皆さん共通テストだと思うんですよ。ね、多分明後日だと思う。俺はこの共通テストがどれほど孤独で辛い戦いかをよく分かってるのね。もう3回も受けてるからね、分かってるんですね。ぶっちゃけ兄弟の試験だったらもうね、何回受けてもいいけど、共通テストはね、もう二度と受けたくないよね。あんなね、うん、文科省のね、あの自己満のね、テストね。うん。というわけで、みんなもね、辛いことは、百も承知なので、今日はね、そんなね、孤独な戦いにね、出向く、ね、お前たち、恐れの知らぬ戦士たちにね、心温まるエピソードをね、お届けしようと思います。はい。みんな、期待しててくれ。な、今から話す、ね、話をね、あさって共通テストでぜひ思い出して、ね、辛い時に思い出してだな。あ、なんか髪の長いサラサラなおっさんがなんか言ってたなと、そう思ってください。はい。というわけでね、どういう話かっていうと、まあ、僕って、まあ、先にマウントを取っておくと共通テスト9割5分か6分くらい取ったんですけど、まあそんな僕にも工房の筆の誤り的なものがあって、僕普段ね、試験会場で、まあ、昼飯食べるときって、絶対僕、柿の葉寿司と、緑茶なんですよね。柿の葉寿司と緑茶。ね。まあ、これおすすめだから、お前らも真似してほしいんだけど、まあ、柿の葉寿司で、ね、魚とご飯とね、塩分が取れてね。で、まあ、緑茶を飲むと。まあ、眠くならないように。ただ、緑茶っていうのは、まあ、利尿作用があるんですよ。うん。で、僕は、もう眠くなりたくないから、ガブ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 飲んでたわけ。で、俺、ね、まあ、終盤になればなるほど、まあ、もちろん蓄積ダメージはそれなりにすごくて、ね、利尿効果の蓄積ダメージはそれなりにすごくて、まあ、最後のね、共通テスト、ね、1日目か2日目か忘れたけど、まあ、リスニングが最後らへんに来るの。で、俺はそれまでに緑茶を2、3本飲んでたわけですよ。うん。そうすると、リスニングやってる時に、なんか、ムズムズすんなと。なんかむずむずすんなと思ってたんだけど、で、まあ最初はちょっと気のせいだろうと思ってたんですけど、中盤差し掛かったあたりから股間がもう やばくて漏らしたくて半端なくて、ちょっと前まではもう我慢してたんだけど、急にダムが決壊しそうになって、やばいやばい、トイレ行きたいってなったんだけど、これリスニングって、まあ、各自こうやってイヤホンして聞くから、でもね、リスニング行きたいんです。止めてもらっていいですかとか、できないんですよ。多分できない。だから、俺は、我慢してたんだけど、もう本当に漏れそうとか、漏れてたんだよね。漏れてたよね。で、最終問題までなんとか、ね、来たんだよね。それで、もう、おティムティムがね、やばい状態で、もう最終問題まで来たんだけど、これ最終問題でね、もうね、もう膀胱がやばすぎて、もう膀胱がね、もう悲鳴を上げて、もうやばかった。もう何、いろんなもの出そうだって、もう膀胱が、膀胱塞いじゃったから、口からね、尿が出そうになるぐらいやばかったんだけど、俺ね、それね、もう何、あまりにも耐えすぎて、耐え忍びすぎて、俺、もうね、リスニングの最後の内容、一回、二回流れるじゃん、リスニング。ね、一回も聞けなかったんだよね。もう、耐えることに専念しすぎて、気づいたらリスニングが終わっちゃったんだよね。で、最後の一回、最終問題の最後の一回で、俺は、二つの選択に迫られたわけ。問題を解くか、問題を解いて、漏らすか、ね、集中して問題を解いて、人の尊厳を失って、ジョバジョバ漏らすか、人の尊厳を保たずに、4択から運ゲーかまして、人の尊厳を保って、おしっこ我慢することに専念して、ね、リスニングを聞かずに、最後、4択から適当に1択選んで運ゲーにして間違うか。この、俺は2択に迫られたわけですよ。で、俺は、どっちを選んだかというと、いや、これ真剣勝負だと。おしっこを漏らそうが、
周りに俺のおしっこの音を聞かれようが、周りが尿臭くなろうが、俺の知ったことじゃないんだよな、ぶっちゃけ。よく考えたら。俺は最後のリスニングのさなか、コンマ 0.0 何秒の中で俺は考えたわけですよ。いや、人の尊厳を捨ててこその、受験ソルジャーであると。人という形を捨ててこその、ね、鉄力戦士であると。河合塾戦士であると。俺は思って、覚悟決めました。はい。はい。第一選択。はい。僕、漏らすことにしました。はい。漏らして、リスニングを集中して聞くことにしました。はい。お前ら笑ってると思うけど、いや、笑ってないのかもしんないけど、いや、これ、マジで、あるからな。お前ら、緑茶飲むのはやめろな。俺は、それで、もう諦めました。うん。もう出す。もういい。出すから、リスニング聞かせろって、思ったんですよ。ほんで、俺は、人の尊厳をね、捨てる音とともに、僕は、リスニングを集中して聞いたわけです。そう。漏らしたんだよ。ジョボボ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 。ところがですね、おしっこを漏らしてるとき、全く集中できないんだよな、これ。お前ら、知ってるか？うん、おしっこをしながらリスニングを聞くことは人間はできない。なぜなら、ね、人間というのはマルチタスクに向いてないからだ。そんな簡単なことに気づかなかった俺は、おしっこを盛大に漏らしながら、最後リスニングを聞いた。何もわからなかったんです、僕。だから、結局、人の尊厳を捨てて、問題も解けなかった。です。僕。本当に何もわからなかった。一生懸命聞いてたはずなのに、人の尊厳をね、捨てたというショックから、俺は、漏らしてしまいました。この話は親にも言ってません。はい。親にも言ってません、僕。もう無理です。こんなの言えるわけねえだろ、おめえ。なあ。その後、親父と一緒にセンター試験共通テストから帰ったんだけど、僕、ガニ股で歩きました。バレないように。必死にガニ股で歩きました。親父が日本史の話をしてるけど、全部、多分 OK しか言ってませんでした。うん。親父は気づいてたのか知らないけど、俺は悪いけど、どれぐらい出してしまったかというと、ズボンは貫通しないけど、パンツはやばいみたいな。パンツはやばいみたいなとこまで行きました。うん。だから、なんていうか、太ももはやばかったんだけど、ズボンは、ちょっと、黒かったから、バレなかったみたいな、とこまで行きました。はい。うん。黒かったから、多少濡れててもセーフみたいな、とこまで行きました。まあ、コート着たらね、あそこまで見えないからね。うん、冬だからね。だから俺は、それで、人の尊厳を捨てて、その問題も捨てました。全部捨てました、結局。点数取れるなんて無理。ね。人間は、おしっこをすると他のことができなくなってしまう。っていうことが今回証明されたんですけども、それで僕は、その4択で、もういいやっつって、もうこれでいいやっつって、4分の1しました。なんとね、当たりました。はい。それでね、確か僕、センター試験、50点中48点が50点取ったんじゃないかな。うん、俺だから、結局ね、当たったんだよね。ってことは、俺どうすればよかったかっていうと、今ね、結果論を言うと、リスニング聞かずに、おしっこ我慢して、4択で4分の1しても一緒だったんだよね、俺。うん。っていう結果論なんですけども、皆さん、すごい、心が温まるというか、股間が温まるというか、太ももがね、尿であったかいというか、そんなエピソードでしたけども、これを聞いてね、皆さん、教訓にしてください。緑茶はダメですよ、皆さん。緑茶は良くない。わかる？緑茶は良くない。な？緑茶飲んだら、その試験始まる前にね、なくてもおしっこ行け！な？それは俺から言える教訓だ。絶対に行け！緑茶もそう、コーヒーもそう。飲んだらすぐおしっこ行け。なくても、絞り出せ。そういう、普段からの積み重ねによって、ね、最後、そうやってリスニングでね、蓄積ダメージがね、あんまり少なくなって、利尿作用がね、あんまりないとか。そういうのあるから。飲んだら出せ！な？当たり前のことだ。それができないとセンター試験は勝ち抜けないぞ。共通テスト。わかるか？ということで、今日はね、
心温まるエピソードをお届けしたんですけども、皆さん、大事だぞ。尿管理はセンター試験共通テストを制するだ。ということで、わかったかい？